ちらにお蕎麦屋さんがありますね。馬平蕎麦という店らしいんですけど、こちらに行ってみたいと思います。すごいお腹空いたので、早く何かお蕎麦とか食べたいですね。行きましょう。皆さんこんにちは。今日は和平そばさんというお蕎麦屋さんに来ておりまして、お蕎麦を食べたいと思います。私が蕎麦が好きですし、とてもお腹空いたので、今日はじゃあ何を食べましょうか。メニュー見てみたいと思います。なんかこういうメニュー外国人からしたらちょっと分かりづらいですね。ちょっと数字も漢字で書いてありますし、絵もないから、いろいろありますね。そばもうどんもありますね。そばうどん全部。私は天ぷらそばが大好きなので、そちらを頼んでみたいと思います。ありがとうございます。はい、どん着です。やっときました。すごいお腹空いたので食べてみたいと思います。すごい美味しそうです。で、冬のいい匂いがします。ではやっとそば食べれます。ずっと待ってました。秩父に行くからやっぱりおそばですね。じゃあ早速いただきます。いただきます。そばの食べ方なんですけど、日本人はよくこうおそばをズルズルって飲み込むような食べ方してますけど、ちょっとロシアではそんな文化がないですし、本当にそんな能力私は持ってないんですよ。そんなそばの食べ方ができないので、ちょっと自分なりのそばの食べ方をします。いただきます。美味しいですね。そばの味がして、今日初めてのご飯なんですけど、すごく美味しいです。そばって何割とかいろいろ分かれてますね。10割だとか8割だとか5割、2割、何割、いろいろありますけど、これはそばの割合はすごく高そうですね。しかもおそばは体にとてもいいですよ。皆さん知ってました？おそばは、カルシウムとか鉄分だとかミネラル、ビタミン、とても豊富な食べ物なので、でしかも消化が遅い炭水化物なので、とても腹持ちもいいですし、とても体に良くてダイエットにもいいんですよ。じゃあ次はお天ぷらをいただきます。いろいろありますね。エビとマイタケとインゲン豆とナスとシソ。あ、私シソ大好きなんですよ。丸ごとシソの葉っぱが、かわいい天ぷらにいいですね。チューですね。これに一回つけてからシソいただきます。美味しいですね。すごいカリッとして、本当すごく薄くて、紙のように薄くて、とても美味しいです。私シソとても好きですよ。エビ天ですね。一番美味しいから私はいつも一番最後に取っておいてます。いただきます。うん、美味しい。すごいエビって味がしますね。とても美味しいです。なんか尻尾が飛行機みたいになってますね。で、こちらにもお蕎麦はズルズル食べよう。私は残念ながらズルズルはできないんですよ。でもなぜズルズルかっていうと、息と一緒に香りとかも入ってもっと美味しく感じるらしいんですけど、また習ってみようかなと思います。で、お蕎麦完食しました。とても美味しかったです。ごちそうさまでした。で、天ぷらも美味しくて、舞茸とかナスとか天ぷら大好きなんですよ。とても美味しかったです。ロシアではこんな蕎麦の実を食べますけど、日本はですね、こんな麺として食べて、すごい同じものなのにこんなに文化が違うなんて不思議だと思います。では次はこちらの蕎麦を作ってみて、みんなに見せたいと思います。
では動画を見てくれてありがとうございます。じゃあねー。